さちゃんごめんね。それで私たちも知って、うん、あの今の段階でオフ会私たちのお店でやるのは、うん、ちょっと炎上してるのでちょっとまずいんじゃないですかねって、うん、ピニーさんもスネオさんとちょっと口論になってて、うんうんうん、ちょっとスネオさんと言ったらお姉ちゃんでそこでやるのはちょっとまずいんじゃないですかっていうので何回か止めたんですけど、うん、もう告知してしまったのでっていう話になって、うんうん、じゃあもう仕方ないのでじゃあ喧嘩しないでくださいっていうのをピニーさんとスネオさんにお姉ちゃんが個別に LINE をして伝えて、うんうんうん、でお互いに喧嘩しないという喧嘩しないっていう条件でね、そうですっていう LINE の会話も残ってるんですけど、じゃあそのペニーさんの誕生日会の時はペニーさん別に呼んでるわけじゃなくてどっちかというと乗り込んできたわけ、その情報を聞きつけて。いやペニーさんのオフ会はまた別日で、その2人の口論がネット上で行われた後に、うん、なぜかペニーさんが配信上で自分のオフ会をやるって配信で告知されてたんですよね、自分の配信で、うんうんうん、で誕生日会にスネオが来たのは、うん、ペニーさんが呼んだの？あ、違います。スネオさんが来たのはお姉ちゃん側に行くっていうのをお祝いに行くってそれを言ってたんだよね。あ、もともとはごめんなさい、話しちゃいます。あ、スペシャルエマです。あ、エマちゃんね。スネオさん、ま、こんにちは。当事者なんでお姉ちゃんの方がいいかと思います、うんうん、あのスネオさんが初めはペニーさんに怒っていて、うん、やりに行くって言ってたんですよね。やりに行くって そこに、まあ、あの乗り込みに行くというか、うんうんうん、その日なのでそこをなだめて和解の方向を持って行って、うん、ペニーさんにそういう揉める気はないことを伝えて、うん、そこでじゃあ、 あのスネオさんもじゃあ相手がそういう気がないなら普通に参加しに行くという話になっていて、うんうん、まあ、その日はだから揉めずに普通にペニーさんのオフ会に参加するという話になってたんですね、うんなんですけど、まあ、結局結論から言うと揉めてしまって誕生日会で、その揉めた、そうです、その揉めた動向がそのさっきエンディさんが配信で電話で話されていたことなんですけど、うん、そのスネオさんから喧嘩を打ってペニーさんが帰って、ペニーさん側のエンディさんとかの友達側が帰ってしまって、うん、でその後スネオさんはお店の中で暴れて店の中のテーブルをひっくり返して2回蹴飛ばしてタバコを投げてという暴力を、そうです、お姉ちゃんにタバコを投げたり店のテーブルをひっくり返して蹴飛ばして2回蹴飛ばしてとか、そういう暴れることを一通りした後に、うん、お姉ちゃんはもうその時点で怖いので隣の店に避難してたんですけど、うん、その時にお店からドアを開けて帰ってしまって、うん、それに対してお姉ちゃんがゆまるちゃんに言ってる無銭飲食だよねっていう話はそこにつながるんですけど、無銭飲食されたの？その段階ではそうですね、店から何の話もせずに暴れてそのまま帰っていってしまったので。2人はお金払わずに帰ったんだ？そうです、お金払わずに暴れてドア開けっぱで帰っちゃって、その段階では無銭飲食で、うん、でゆまるちゃんとは隣のお店にいる時から LINE してたんです。お姉ちゃんが、うん、今暴力振るわれるから怖くて行けないけど、うん、っていう話をしてたのに、うん、一切その会計して帰りたいんだけどとかいうラインが来ないまま勝手に帰ってしまって、なのでその時点で無銭飲食ですよっていう話になって、でもそれももう解決して無銭飲食に関してはゆまるちゃんにラインで会話して払ってもらったので。あ、ラインで会話して払ってもらったんだ。そうなんです、それに対しては先ほど振り込んでいたんです。そうです、今日解決したんですけど、うん、スネオさんとゆまるさんがずっとツイッターで、うん、ツイッター見たらわかると思うんですけど、うん、ずっと、ま、マフィアを使うとか家凸するだとか。マフィアを使う？家凸する？あ、家を割ったから家凸しに行くとか、配信じゃないところで、あ、高山のり子、高山恵子、高山ひとみを潰すとか、うん、まあ、そういう発言をずっとツイッター上でしていると。それゆまるはどう関わってるの？ゆまるちゃんは、ゆまるちゃんが言ってるのは、スネオさんは、スネオさんから喧嘩は売っていないし、あっちから喧嘩を吹っかけてきたい。擁護してるの、スネオを。そうですね。やば。そもそも店にいた時に、お姉ちゃんにタバコを投げたりしてる時も、横からエマちゃんが悪いっていう風に、ずっとスネオさんの横で言ってたので、ゆまるさんは。そう。
もうそこから暴力を振るってる時からずっとゆまちゃんが悪いってゆまるさんは言ってて、スネ夫の話だけ聞いて判断してるんだゆまるは。そういうことに、いや、まあ、ただそこのゆまるちゃんはその場にいたから、うん、私の目から見て、まあ、ペニーさんも言ってるんですけど、うん、ペニーさんからは喧嘩は売っていなくて、スネ夫さんから喧嘩を売ったところを、まあ、そこの場所にいた人たちは見てると思うんです。さっきの話、だとエマちゃんはあのペニーとスネ夫と連絡取ってちゃんと仲良くやるようにって言って来たわけでしょ、はい、誕生日も。そうです、その話を前提にあって、あの迎えに行ってます、ゆまるちゃんとスネ夫さんを。その日迎えに行ったがためにオープンが遅れたってことだもんね。あ、そうです、そうです、ちょっと遅れちゃって。ってことは、はい、オープンに怒ってるんじゃなくて、そもそもスネ夫はエマちゃんにちゃんとうまくやるって言いながらも喧嘩する気で来たってことじゃん。メリケンサック持ってきてさ、まあ、そのメリケンサックとかよくツイッターにそういう武器をあげてるんですけど、うん、あの今回お店にそういう武器は絶対に持っていかないでっていうことは言っていて、うん、信じちゃったんだね。そうですね、この子バカなんで。だからエマちゃんは優しいっていうか、やっぱ情もあって、なんかよく配信で言ってるのは、別にスネちゃんのこと嫌いじゃないみたいなこと言うじゃん。まあそうですね、よく許しちゃってますね、うん、暴言吐かれたんで。もう関わらない方がいいと思うよ。そうですね、もう私今まで、まあ、暴言とかは正直私慣れちゃってて、コメントで、うん、あ、許しちゃってたんですけど、初めて私に、うん、あのまあ、暴力というか火のついたタバコとか机が飛んできたん で殺すって言われちゃってるんで、殺すって言われてるの。だからこれ以上はもう関われないですよね、怖くて。あの女にも手を出すんだっていうのが分かっちゃったんで。じゃあエマちゃんさ、スネ夫にさ、はい、別れた後にまたよりを戻したいみたいなのって迫られてたの？あ、なんかよりを戻したいって迫られる前にもう決まっちゃってるんですよ。俺様が戻ってきてやったっていう、復縁したからツイートするみたいな。毎回晒して、一通り晒して満足したら、俺様が戻ってきたぞ、チュキチュキってラインが来て、でまた晒してみたいな。一方的にもう復縁したことになってるんだ。そうです、そうです。エマちゃんはもう復縁する気はあるの、ないの？ないですね、もう一切ないです。本当に怖いので関わりたくないんですよね。もう半グレとかマフィアとかそういうのが出てくると。じゃあちょっともう ストーカー化してるってことね。今ツイッターは暴走してる状態ですね、うん、全部虚言で。なるほど、そういうことか。ゆまるもスネ夫も関わんない方がいいね、まず。まあ私は関わりたくないね、うん、関わりたくないんですけど。今大丈夫？怖い。いや今は本当に怖いでしょう。そうなんですよ、危ないからお店はしない方がいいって警察の人に言われて、うん、被害届お店はしないけど、被害届とかも出すのかな、それお店の。その日に警察に行って事情聴取をしてもらって、うん、あの刑事の方で今いろいろ調べたり、なんか時間がかかるみたいで連絡待ってる状態です。なるほど、はい。で今やめてほしいのは、そのツイッターとかで虚言を吐かれること、脅しとか脅迫とか。なるほどね。じゃあ話見えてきました。俺は高山家を守りたい、はい、ジャンさん。で今女3人で不安だったらいつでも呼んで、俺が警備しに行く。いやでもゼロワンさん呼んだらゼロワンさんの後ろに何人の女が包丁持ってついてくるんですか？いや来ないよ。しかも配信外で行く。この人今すごい電波の悪いところにいらっしゃる。そうなんだ。配信外でちょっと待った。じゃあちょっと話は聞いたんで、とりあえず気をつけてね、エマちゃん。はい、はい、なかったら連絡して。ありがとうございます。あと今度ご飯作ってね、お母さんにもよろしくお伝えください。じゃあ失礼します、はい、ペニーさんどうした、ちょっと待ってって。ペニーさんの話も聞く。ちょっとあのツイッターの素材教えて。ゆまるもスネ夫もブロックしてるから見てほしい。ちょっと送ってもらっていいです、 DM に。
ペニーさん、お疲れっす。お疲れっす、久しぶり。あ、久しぶりっす。あの、スパーリング以来か、ギガフェスの、あ、じゃあギガフェス、ステゴロ、スパークの。はいはいはい。何があったんすか、ペニーさん。うん。何があったんすか。いや、もう、これはもう、1時間ぐらいしかくれる。1時間は、そこを、まあ、5分、10分にまとめてください。まあ、結論から言うと、結論から言わせてもらうと、スネホは恐喝、器物損壊で、脅迫と器物損壊と、はい、あと準備罪ん何で捕まるっていう。何準備罪？あの、名言作付けたから俺と話す。はいはいはい、名言作付け、はい、普通さ、話をする場にさ、はい、名言作付けてくる。いや、つけてこないっすよ、普通は。普通は、はい、つけてこないよな。はい。そもそも俺とやるつもりで来てんだよ、あいつは。あー、まあさっきエマちゃんの話だと、お互い仲良くしてねって呼んでるに関わらず、喧嘩する気で来てるってことですよね。お互い仲良くしてっていうに関わらず、メリケン作業してるってことは、うん。それじゃ収まらないってことでしょ。まあそうですね。少なくとも、ね。向こうは俺に対して好意的ではないっていうことだよ。まあ俺が好意を持ってた。喧嘩する気はなかったとしても、やっぱり威嚇するためにね。え、メルケン作なんて普通持ち歩かないもんな。持ち歩かないですよ。もう何年前の話っていう。いや、もうこれ俺30年ぐらい前の話だよ。三段警棒とかと思うな。あの三段警棒メリケンファーとか。メリケンサック持ち歩くのは犯罪ではない、まず。あ、いやいや、その前に持ってくると凶器準備罪。狂気準備罪っていうのになるんだ。うん、うん、なるほどね。うん、何が知りたい、知りたいこと言ってくれれば。で、まず被害者は誰なのか、加害者は誰なのか。被害者はエマちゃん、うん、俺、はいはいはい、エンディ、はい。あとうちのリスナーさん2人、リスナーさん、あ、誕生日会に呼んでたリスナーさんも。そう、はい、で、隣のお店のリュウキさんって人、ヒドンナとコンビ食ってる、うん、で、あのリュウキさんも、あのスネオの怒りの矛先は向いたらしい。で、ちなみに、うん、エマちゃんはね、あの器物破損された、あの机を大きい蹴通して割られた後、うん、その机とタバコの、火のついたタバコを投げられてるから、うん、まあこれは多分傷害に当たるんじゃないの。怖いよね、お店バレてるからね。うん、でもこれ警察通して、もう、うん、接見禁止とかにしないとね、お店も開けないしね。そうで、加害者は誰なの。スネオだけ。スネオとユマル。ユマルはどういう加害を。どういう、つまりその日はエマちゃんのお店で俺貸し切りのオフ会だったわけ。はいはいはい。そこにスネオとエマはすでにいたんだよ。すでにいた。あ、スネオとユマルがすでにいたの。すでにいたっていうのは、オープン。そう、すでにいたっていうのは、俺らが店入ってきたのもいたの。へぇ。あ、ちょっと羽織ってるか、ちょっと俺の配信、ちょっと音下げてくれる？え？俺の配信の音、声がコールバックしちゃってるから。それ自分で見てるんじゃないの？あ、俺が見てるのか。あ、そうかもしんない。ちょっと待って。僕、あ、そうだそうだ。ごめん。僕見てないっすよ。ごめん。うん、だからさっきの話によると、うん、エマちゃんが、スネオとユマルを迎えに行ったがためにオープンと同時にいたんだろうね、うん、そうそう。で、2時間半ぐらい隣の店で待ったからね、うちは。ああ、迎えに行ったために。で、エマと、ユマルとエンディってバチバチなの知ってる？まあ、はいはいはい。あ、知ってるでしょ。だから、うん、俺はエンディと一緒に行った。うん。で、エマちゃんは、うん、あ、エンディがもう怒って帰ったっつったんだよ、俺。だからその、ふてくされちゃってさ、エンディがさ、うん、じゃあ私帰るわっつって、うん、言ったんだけど、まあまあ、あれ演技だったかな、ねで終わったんだけど。で、行った時にはもうメリケンサックつけてたの？メリケンサックつけたかどうかわからないけど、うん、俺と対面して、なんだおらっていう時に、え、もうメリケンサックはめてた。対面した瞬間になんだおら始まったの？どういうタイミングでなんだおら始まったの？うん、初めて会ったの。とりあえず中にすでにいたからね。うん。あいつ、ペリーと申しますってペコって頭下げて、うん、
とそちらの方はつって、うん、俺スネ夫なんだけどみたいな感じで、うん、あ、でも、あ、はじめまして、すいませんどうもつって頭下げて、うん、だけどさ、ゼロワンちょっと考えてみ、うん、あのさ、普通に初対面で頭下げてるにもかかわらず、うん、ガムくっちゃ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 して、うん、で、はーい、はーい、よろしくみたいなこと言われたら腹立つだろ、普通に考えて。なあね。ねえ、うん、そこはさ、やっぱ気分悪いじゃん。うん、話し合う場じゃないの。うん、で、次は、その間にね、その、ゆばるスネ夫は奥の、手前の席に座ってて、うん、俺とエンディとリスナーさん奥の席に座ったの、うん、で、俺とスネ夫の間に3人ぐらいの壁があったんだ、うん、3人ぐらいの壁があって、うん、で、いきなりあのガシンってテーブル叩き合って手たケース、足かな、うん、多分かかと落としかなんかだと思うんだけど、うん、あの机叩き割って、うん、なんだこれ、この野郎、やんのこの野郎って言って、うん、その時はもうメリケン策がついてた。メリケン策ついてたんだ。うん。だから俺もさ、あの知らないわけじゃないんだから、うん、そのまま後ろ手に回ってさ、チョークスリーパー決めてさ、落としあげよったんだけど、うん、なんか、でも、まあいいやっつって、俺はお金、シャンパン代ねっつって置いて帰ってきた。ねえ。じゃあまあ、こういう事態になったからには、今もね、ビビっちゃってるから、高山家。なあ、今ちゃんね。だから俺が守るっつ、うん、うん、守ってあげないといけないし、守り方はやっぱ警察が一番だから。ゼロをしゃしゃんないよ、そこで。え、俺が守ってあげるとか。いや、俺しゃしゃってないけど。いや、俺が守ってやるっつ、なんだよ俺が守ってやる。やんのか、メリケンサックやんのか、てめえこの野郎。言ってない。心配して話聞いてるのにしゃしゃるなってなんだよ。しゃしゃってくんない。だってお前がもう俺が3人まとめて面倒見るからみたいなこと言ったから、ちょっと待ったっつったんだよ。いや、面倒見るなんて、面倒見るなんて言ってないよ。困ったら呼んでね、いつでも助けに行くよって言っただけだよ。いやいや、それはいいよ。ゼロワンは助けなくて。ですなんで、え、部外者だ。いや、会いたいし、ちょっと、え、ちょっと会ってみたいし。俺の恋敵になるってことだな。恋敵って誰狙ってるの。俺の恋敵になるってことで OK ですか。そういうのが喧嘩になるんじゃないの、ペニーさん。じゃあ一歩下がれ一歩下がれよって。そういうのでいい、そういうのでスネ夫と恋敵で喧嘩になってるんじゃないの。じゃあ、まあ、その前にさ、だからスネ夫とね、エマちゃんの件でリリーが、あの大阪のでっかいおばちゃんがね、リリーさんも関わってるの。裏で聞いてるっていう話を俺はパルパルわけでしたんだよ。リリーさんも関わってるの。関わってる。完全にどっぷり関わってる。うそ。逆に言えば、もっと言えばリリーさんがするようにエマちゃんに爆投げさせた。まあそうですか。で、これは俺の想像でしかないんだけど、うん、あー、おい、スネよ、エマってな、うん、また、また、ゆるいっけん。ダメだ、こいつも。何言っとんのかな。ちょっと、ツイッターがね、パルパラさんが届きました。第三者から見た感じで、エマちゃんとお母さんは、スネ夫さんがペニーさんと揉めることを了承した上で呼んだように見えた。この、呼んだように見えた。自分の主観で語ってるけど、エマちゃんは本人同士に仲良くやるようにちゃんと伝えてる。でもいざ行って案の定喧嘩になった時に、高山家がこんなことになると思わなかった、仲良くしてほしかったみたいなスタンクスで来てびっくりしてる。何こいつ、イラつくね。完全にこれスネ夫の擁護してるね。その際メリケンサックの話になり、私が怖いからやめてと言った記憶もある。記憶もあれだね、酒飲んでるから銃刀法違反とか言ってたけど、メリケンサック持っていたことも高山家は了承済みでした。車の中で話した内容についての事実です。ってことは、送迎するときにエマちゃんはメリケンサックを持ってるのは知ってたってこと。そう言ってるよね。でもエマちゃんは仲良くするように言ってたんじゃない。
これ憶測じゃない全部。ですね、俺は散々何回もペニーと鉢合わせして先に喧嘩ふっかけてきたから俺は暴れるって言ったけどね、案の定先に売られたけど、半年で2000万アイテム強要してよく言えたもんだ。このスネ夫が2000万エマちゃんに投げたのは本当なの？みんなガチなの？2000万はちょっと言い過ぎじゃない？持ってるみたい。まあね、さっきも言ったけどちょっと自業自得な部分もあるね。直でも使ってる。ゼロワンはどうしたいの？そりゃエマちゃんたち守ってあげたいでしょ。かわいそうでしょ。ゼロワンは会いたいだけ？なわけないだろう。会いたくないよ。リリー詰めて。じゃリリーさん関わってるみたいだから、ちょリリーさん聞いてみる？ちょっと話見えてきたみんな。リリーはどう関わってるの？リリーさんはすごい LINE 送られてくる。なのこいつ。私にツイッターで証言してほしくないならそちらも同じ土俵に立ってくださいよ。同じ土俵に立てないでしょ、怖くて。配信で3日間も言い続けてる時点でフェアじゃないでしょ。そっちがやめるなら私もその時の状況黙っとくよ。暴れていいと言ったのはエマちゃんの母親ね。え、エマちゃんのお母さん暴れていいって言ったの？お店で。そんなことある？暴れるの了承する母親なんている？え？じゃあゆまるの言ってることが本当かも確かめる。ちょっとエマちゃんのお母さんについて、エマちゃんのお母さんに電話、まあ、これで判断しようか。ゆまるちゃんの言ってること、ちょっとうさちゃんに電話してみよう。あ、ごめんね、うさちゃん何回も。ゆまるがツイッターでさ、暴れることをお母さんは了承済みだったとか言ってるけど本当？あれは全部虚言です。虚言なんだ。こっちにドラレコがあって、うん、この車の中での会話全部こっちあるんですけど、あ、そんなこと一言も言ってない。てかそもそも自分の店で自分が経営してるバーで、うん、暴れていいですよっていう人がいますか？いないよね。そもそも自分の経営してる